おかげで楽しい休暇だったぜ。土産までもらっちまってすまねえな、奥さん。お土産なんて持たすことないよ。おい、なんでその反抗的な態度は。休暇は家族と過ごそうと思ってたのに、まさか4泊も居座られるとは思いませんでしたよ。楽しかったろ。全然楽しくないですよ。俺は楽しかった、楽しかった。というわけで休暇は終わりだ。休んだ気がしません。お、来た来た。あいつに乗りゃいいんだな。人間は乗ってこねえのか。戦車たちが通勤や帰省によく利用してる路線なんです。そんな路線があったのか。便利だし戦車割引もあるので僕もしょっちゅう利用してますよ。結構混んできたな。見すぎじゃねえか。ここでーす。気が狂いそうだ。お前こんなバス毎回利用してんのか。何事も慣れですよ、慣れ。慣れる前に死ぬだろ普通。無理だろ。乗車率が 1000% を超えました。定時に異常を来たすお求めがありますので、非公開度は速やかにご決断いただきますようお願い申し上げます。なんだよそれ。おいパパ、俺を一人にしないでくせに妙なところでタフな部分があるよな。何入ってました？どう見てもバカ。